ここまで勝ち上がってきた精鋭による頂上決戦、チャンピオンズミーティングダート決勝。3番人気にはここまで無敗2大ダート戦覇者新興ウィンディー、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2大ダート戦覇者3番コパノリッキー。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗2大ダート戦覇者5番コパノリッキー、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番コパノリッキー、3番コパノリッキー、2番スマートファルコン。第1コーナーは第2コーナー、先頭はツインターボ、三振で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は5番コパノリッキー、さらには3番コパノリッキー、4番手には2番スマートファルコン、一番審査7番スマートファルコン、内から内からゴールドシティ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身、前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭ツインターボ、レースはよどみなく進んでいます。続きました3番コパノリッキー、3番手には5番コパノリッキー、さらに7番スマートファルコン、2番スマートファルコン、並んできた。2馬身3馬身開いてゴールドシティ、1馬身離れてオグリキャップ、船橋名物のスパイラルカーボを抜けて直線へ。残り400、追いすがる5番コパノリッキー。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ツインターボ、速い速い、もはや独走状態。残り200、先頭はツインターボ、変わらないグリーンターボ、足色は衰えない。5番コパノリッキーとツインターボ、見事勝利しダート王者の座を手にしました。2着は5番コパノリッキー、3着に入ったのは3番コパノリッキー。